伊谷山とは、徳島県西部の祖、谷川、松尾川流域の山間部地域のこと。かつての三馬郡東伊ヤ山村、西伊ヤ山村の地域に相当し、現在の三好市の一部にあたる。また、登山者の観点から見た、伊谷山を下に記述する。伊ヤ山の山々を、雲辺寺より、中央に最高峰の八幡山、その右に、江星山、右端に、中津山、 イヤいいという地名について、柳田国尾は、いや、親は、元は、それへの今地という意味を持ち、後に、その意味に合った漢字を当てはめたとする説を唱えている。イヤ系と呼ばれる深い峡谷に遮られ、標高1000メートル以上の峠を経由する山道を、越えない限り外部との往来が困難であったため、独自の生活習慣、習俗や交渉文芸といった文化、 民族が残された地域であり、過疎化が進む中でも、その保存、復興に取り組んでいる。秘境と形容されることも多く、1989年にまとめられた日本の秘境百選にも入っている。米作りが難しい土地であるため、蕎麦などを栽培した。い,いや蕎麦が知られるほか、蕎麦米蔵水が食された。食文化ではこのほかに川や山の幸を多く使った。 平らな石を熱して、アメゴや鶏肉、豆腐、ジャガイモ、こんにゃくなどを焼き、味噌で味付けする、ひらら料理の保存会が2016年に作られるなど、独特の郷土料理が伝わる。八島の戦いで落ち延びた、平家の落ちうどが住み着いたという伝説がある。また、同じく、平家の落ちうど伝説で知られる、熊本県の五仮荘地域の伝承では、平清恒が、 壇の裏の戦いの後に、伊予国今治に落ち延び、家を経て、伊予国や渡浜から九州に渡ったという。また、鎌倉時代に木地氏が住み着いた土地とも伝えられている。中世を通じて、小規模な土豪が他の住民を霊属させて支配するという構図が続いた。豊臣政権下から江戸時代にかけて、八塚氏が阿波国を支配して、 イヤ山を爆藩体制下に組み入れようとすると激しい抵抗が起きた。最終的には、徳島藩は直接支配を断念し、蜂須賀市に帰属して生き残った土豪の北市をイヤさ山のマンドコロに任命して、統治を行わせ、マンドコロは有力蜂屋をお屋敷、36名の集落の町を同意に任命し、その下に名護、 下人を連続させるという独自の支配体制を取らせた。その支配形態は明治維新によって終焉を迎えるが、その後も地域に大きな影響を残した。この地域を大きく変えるきっかけになったのは、1920年に1902年から18年の歳月をかけて建設されたいや街道が完成したことによる。 明治の頃から林業の近代化が進みつつあったが、街道の完成による交通状況の改善がそれに拍車をかけた。また、イヤ系の水流を利用した水力発電所も多数建設された。一方、林業や狩猟、焼き綿農業、構造紙の製造くらいしか産業がなかった、イヤ山から出稼ぎに出るもの、中にはそのまま他の地方に移り住むものも現れた。 特に焼き畑農業が衰退した昭和30年代以後にその傾向に白車がかかり過疎化が進行した。その一方で継承地として知られる大ボケとイヤ山を直接結ぶイヤ系道路が1974年に完成したことによって平家の落ちる土伝説ゆかりの観光地としても注目されるようになった。イヤ山は県山を手法とするイヤ地方の山々の総称である。 伊本川市という古書には、県山は、伊屋山の東の端なり、江星、中津は、伊屋川の北なりと七座が記されているという。しかし、現在の登山者の間では、伊屋山、または、伊屋山系は、剣山から三峯に連なる剣山系から見ると、北に並行する巨大な壁のような八幡山を、主砲とした山体であり、剣山系を、表銀座とすれば、伊屋山系は、 裏銀座に例えられ静かで渋く、コツコツと学人が登り重ねる山々である。主な野山系の山、国三山、中津山、官峰、八幡山、黒、笠山、津岳千葉、日本史大辞典。一例として、梅本貞地、ふすまえくるり目を奪う情景徳島、いい夜景戦後消えた、からくり芸能を復活上演。 日本経済新聞長官2018年8月17日2018年9月29日閲覧。行天ご飯、秘境料理ひらら焼け山の谷までおもてなし。読売新聞長官2019年5月5日読みホット一面。平景遺産を巡る旅。熊本県観光連盟。2021年11月10日閲覧。 四国百山高知新聞社168ページ、四国百名山山と渓谷社108ページ、ありがとうございます。